www.videonews.com。 はい、今日の N コメのもう一つですね、宮崎さんね、ちょっとあの1点だけ宮崎さんの意見を実は聞きたいことがあって、例 の日本の次のエネルギー政策を議論するね、総合支援エネルギー調査会、基本問題委員会っていうのが一応まあメンバーが全部で揃ったそうで、この間 ある種速報的に伝えたんですが、その後にまた追加がちょっとあったようです。で一応まあ名前だけ言っとくとこういうふうになります。でこれ一応あの左右に分かれているのはあの分かる範囲でですけれども、まあこちらがまあ反原発、それからこちら側が、原発推進派と言われている人たちの面々ということになります。それで、新しく、今回、前回のに比べて、この佐喜田さんというジャーナリストの方と、それから高橋陽さんだ、広瀬さんだっけ、スマートグリッドで、そのうちに出ていただいた方、それが新しくありました。高橋さんは別に反原発じゃないかもしれないけれど、発送電の分離、推進論者で、その八田さんもですね、だから、その意味ではこの中では非常に既存 の、 電力行政には厳しい立場ということで、数ではまだこう数的にはその人数が足りてないんですね。ただね、僕が議論し宮崎さんに話したかったのはこの、メンバーがどうのこうのということではなくてですね、実は今回ね、この委員会の最初 の、 委員会の会合がありました、でその時のね冒頭の模様をちょっと映像で見ていただこうかな、飯田さんが登場するんですけれども、はい、帝国となりましたので、私は三村さんは個人的には非常に実績も能力もですね、そして性格も非常に素晴らしい方だと思っておりますし、決して私この場を混乱させるために申し上げているわけではなくて、やはりその正当性をいかに確立するのかというのは非常に重要なことでですね、先ほどもともと合議制だと思っていたその委員長のプロセスを先ほど指名制だというふうに伺って、それを、大臣が、了解されたという話も伺いました。しかしながら前のエネルギー基本計画を作られた方がそのまま、しかも、やはり経団連および個別の企業を背負っておられる方が委員長ということでは、私自身はその個人的には先ほど申し上げたように信頼申し上げてますが、国民の目線から見てですね、本当に正当性がある運営なされているのかということは、ある意味痛くもない腹を探られるのではないかということを私はご心配申し上げているということで、そのあたりについて大臣の意見をお考えをお伺いしたいというふうに申し上げていることです。委員長に三村さんをお願いをしたことについてでございますが、私も最初は一般的にはこれ、誤選だと思っておりましたが、制度確認をいたしました。これはこの総合エネルギー調査会に限らず一般的な審議会の規定のあり方として、その分科会とか部会とかこういったものを作るときの構造としてはこういうことが、多く見られている構造が従来からあるということでございました。そうしたことの中で、もちろんいろいろなご評価やお立場についての見方はあるのかもしれませんが、中立公正な立場で、しかもこれだけ多くの委員の皆さんのさまざまなご意見をなんていうか、ある意味で整理をして進行していただくということについては、ご経験や あるいは年齢とかですね、そういったことを含めて、三村さんに委員長をお願いをするのが私も最適ではないだろうかという判断をさせていただいたところでございます。今ですね、最初の会合で要するに飯田さんがこれもう一回これですけども、この委員長がね、新日鉄の、三村さんとで、しかもそれはその、今の原子力政策もともとの政策を決定する委員長でもあったということで、良くないんじゃないかと飯田さんが、発案したわけですね。で枝野さんにブラボーですね、枝野さんに判断を、求めたと、そしたら枝野さんがこれは会合の最後に枝野さんが発言があったということですが、いろいろ年齢と経験って言った、年齢と経験から考えて、
まあ、この人でいいんじゃないかということで、まあ、飯田さんはのあれに対してまあまあそういう言いなさんだってこと、ただ一つ言っておくと、今回このように原発についてはまあ推進派と反対派でかなりそのはっきりしてるわけですよね、その色分けがはっきりしてるわけですよね、うんうんうん、でまあどっちかというとこの委員会というのは原発をどうするかっていうことを、まあ、早い話が、うん、もうその議論する場というのが少なくともメイン の、うんうん、あれですよね、議題ですよね、うん、そうするとまあ賛成反対が割れることによって最後は両論併記になるか委員長一任になるかっていう可能性が高いと、うんうん、で委員長、まあ委員長一任にあくまで抵抗する人がどれだけいるかってことでしょうけど、委員長一任になるっていう可能性があるという意味では、委員長が誰になるかっていうのは非常にこういう場所では重要。僕はね、飯田さんブラボーだって申し上げたのはね、その簡単に言うとですね、委員長をその別の仕方で選任しろって言ったところ、つまりその論点にあるのではなくてね、うん、最初にもうこの三村さんが委員長である以上、この、委員会には、つまり調査会の中の委員会には正当性にはもう疑義がある、あるいは正当性はないんだっていうふうにね、実は伏線を張ったんですよ、うん、つまりね、この後もしですね、原発推進派によった結論がね、まあどのような経緯であれ、委員長一任であれ何であれ出た場合にはね、その委員会の結論には正当性がないんだということをね、うん、国民にアピールするための実は伏線なんですね、うんうん、でこの前に小沢さんの裁判の話をしましたよね、法的なプロセスでは手続き主義的に、それなりに、合法手続きを踏んで、判決を出したんだとしてもね、それだけでは法的な威信を保てなくなったから司法改革が生まれたって話をいたしましたよね、うん、その意味で言えばですね、その正当性のない委員会のね構成、委員長の選任をしてしまったということは、残念ながらこの行政官僚制の方々にとっては自殺行為である可能性があります、当たり前だけど、このような構成をね取っているのは、原発よりの、あるいは従来のエネルギー政策よりの結論を出すためのものであることは明白なわけですけれどもね、そのことによって、まあ、従来の行政官僚制を支えてきた審議会や委員会制度の正当性が台無しになるっていう意味ではね、うん、実はドラスティックな変化の可能性を予感させる、でそのような予感をね人々に抱かせるための非常に重要な伏線を、飯田さんがお張りになった、だからブラボーなんですね、うん、はい、まあ、小沢さんが裁判の最初にこの裁判自体に正当性がないということをあらかじめまず言ったっていうのと、うん、まあ、戦略は同じですね、戦略は同じなんでしょうけれども、うん、まあこういうね、でね、でもまあ大事だと思ったのはね、うん、これやり取りが、うん、公開されてるんですよ、うん、今回はね入札方式だったので、うん、早い段階で、まあ、無料でどっか配信してくれるとこってことにニコ動が手を挙げて、うん、ニコ動がとにかく誰でも見れるように無料で、うん、配信してると、うん、だから見れるんですね、ただ見れるけどなかなかねこれやっぱ2時間見るのなかなか大変で、うん、ずっと見てるの辛いかもしれないですけど、うん、まあ、だから僕らもできるだけ見てここだけは見てほしいところを、うん、抜き出していこうとも思ってます、それで後でちょっとじゃあまあいくつかですね、こんなやり取りがあったっていうところだけはちょっと抜いてご紹介をしようと思いますが、まあ、できれば関心ある方は全部見ていただいたらと思うんですね、でそれでね宮田さんね、まあ、この話はそうなんだけど、さてそこで問題はこれです、どうも見ているとですね、この、経産省内に総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会というのを作って、うん、まあ、こんなことをやってるわけです、こんなことをね、でまあいっぱい人いて、今何人いるんだ、25人も人入れて、そのうちの10人を、まあ、反原発を入れたと、で反原発が入ったってことは画期的だって言ってるけれど、うん、まあもうこれ意見が割れて多分紛糾するでしょう、おそらくね、うん、それから同時にですね、原子力大綱というものを話し合うための原子力委員会というのもまた新しくちょっとし模様替えして、金子勝さんなんかがそれに入ってるんだけども、今度はね原子力委員会なんかにもまたそういうふうに反対をちょっと入れてまたそれやってると、それからそれとは別にもう一個ですね、エネルギー環境会議という、これは閣僚レベルです、閣僚のによるエネルギー環境会議っていうのを、その3つがまあ乱立というか林立して、それで次のエネルギー政策を決めるって言ってるんですね、うん、でしかもそれぞれが全部どうも、うん、まあ、エネルギー閣僚会議は紛糾は表には出てこないかもしれないけど、うん、閣僚だからね、うん、多分それなりに揉めたりして両論併記になったりする可能性があると、なんかね
どうも日本にはこのエネルギー政策、まあじゃあ菅さんが全然コンセンサスもない中で脱原発切ったと、うん、で全然話し合ってもらえるなんだかんだって言われたと、うん、話し合おうとしたらですね、うん、話し合う能力がないんじゃないかと思えてきてですね、うん、要するにそんな転換はできない、うん、日本の今のシステムの中ではそんな大きな転換っていうのは実はできないんじゃないかっていう思いがちょっと僕は持ち始めてるんですね、うんうん、それを結局だって誰を入れるかとかっていうことによってどんな結果が出るかほとんど分かってるものなんだから、うん、実はそれつまり議論するつもりがないということですよね、うん、あるいは議論によって簡単に言うと民主主義の基本だけれどもね理が通っていれば少数者の議論であってもですね それによって意思決定をしようという方向性がないということですよね。どうもそれが見えないと、うん、で逆に言うとじゃあこれを決めてる人たちが、うん、自分たちの決定が逆に言うと国家の決定になるだけほどの責任を持つ責任を取るつもりはないと、まあ、だから簡単に言えばこれはもう結論ありきの昔から言われる審議会のね人選ですよ。ガス抜きみたいなタイプ ね。で反対意見ちょっと入れてってことでしょ。でその要するにそのじゃあなぜ結論ありきなのに委員会やるかっていうと正当性を調達するためなんですよ。で僕らはねそのだったら戦略をその逆手にとってねその戦略を逆手にとった新しい戦略つまり正当性を奪うために委員会のさまざまな形式を問題にして実際に初めから結論歩きに決まってるんだけれどもその委員会のそのある種の運営のデタラメさによってねその初めからある結論がいかにデタラメであるのかということを人々が納得するための道具として使っていくっていうのが一番いいと思うんですね。まあそれしかできることがないですよ ね、 今のところはね、うん、でもどうも雲行きが怪しいと、うん、で野田政権、まあ、枝野さんも最後、まあ、委員長でもちょっとこうさすがにね妥協してしまっているのを見ても分かるように比較的か突っ張る方の枝野さんでさえやっぱりもう ああいうあんな風だから結局は菅政権がねいろんな意味でいろんなこと言われたけど、うんまあ、ある方向を出したと、うん、で今度はその肉付けをする過程になった時には、うん、もう野田政権なわけですよ、うん、でそこは結局はどうも、まあ、官僚がまた主導権を完全に持ったのかなと、まあ、その通りですね、うん、だからまあとはいえね飯田さんとかこの中に番組出た方もいっぱいいるわけですよね、うん、飯田さんそれからバンさん、うん、高橋さん、うん、大島さんというようなところが皆さんねこちらに、うん、おられてね、まあ多分本当に頑張られるとは思うんだけども、それをきちんと僕らも見ていかなきゃいけないと思うんだけどどうもなんか全体のね空気それからこっちのメンバーですよねこっちの面々その東大東工大一橋大東大東工大一橋大東レ三井物産日本新日鉄、うん、っていうやつです。あでも連合はもしかしたらこっちになったのかもしれない。なんか連合って脱原発になったっていう報道ありましたけどね、うんまあいいですけどまあちょっとそんな風に思いました。だから今後引き続きウォッチはしていくし引き続き、まあ、ウォッチした結果をですねご報告はしていきますけれどもどうも委員会たくさん作っちゃっていろんな話がもうこうでぐちゃぐちゃ出てくるようにしたところもどういうつもりなのかなという。いやそうした方が行政官僚にとってはコントロールしやすいということなんでしょうね、うんうん、ここだけで決めるってなると注目がガーッと集まるじゃない、うん、これに。そうするとあんまりズルできないおっしゃる通りですね、あんまりズルできないよね、うんうん、だから結局いろんなことが出てきて最後は閣僚レベルで決めると、うん、で閣僚レベルさっき言った なんとか会議ね閣僚のエネルギー環境会議っていうのが閣僚なんですよ、うんうん、関係閣僚なんですよ、うん、でそれは簡単にコントロールできるともしかしたら行政官僚は踏んだんじゃないかと野田政権であればですね、うんうん、ということでここはまあ両論兵器であれば良しとすると、うんうん、でこれでは絶対結論逆の結論は絶対反原発の結論は絶対じゃないですもんこれだけ推進派がいればね、うん、っていうことなのかなと思いました。はい、まあじゃあこれは引き続きということでね、まあ、この同じ延長でちょっと宮内さん一つだけ最後聞いてくださいよ。この僕町田哲さんからもらったいいネタなので、うんうん、皆さんご覧になったかもしれないけど福島、のね、福島第一原発の、賠償財源確保のために東電の査定を資産査定を行ったりするためにですね東京電力に関する経営財務調査委員会というのがですね、うん最終報告書っていうのを出しました、先週です。あ今週です3日だから今週ですね今週出しました月曜日にね。で、まあ、そこでいろいろと言われてるのを皆さんご覧になったと思います、うん、で、まあ、今までいわゆるその総括原価方式っていうの中にね、うん、コストの中にね寄付金まで出てたんですから。そうですよもうなんかもう、泣けちゃいますけどもね、うん、まあいろんなも何でもかんでも入れてしかもそれを割り増ししてたとか出てきました、うん、ただ
報告書がすごい分厚い中でですね、うん、一番面白いページを見せてあげるよっていうふうに町田さんから言われて見せてもらったページが実はこれなんです。でこれがですね一番あの最後の報告書の一番最後についているものなんですね。要するにここに書いてあることは、今回はこの、まあ、委員会では議論しませんでしたと。でちょっと宮崎さんその中身をちょっと気になるところをいくつか挙げてみてもらえます？その、まあ、全部ですよ。だから丸劇で扱ってきても全部入ってるじゃないですか、まあ、真ん中に発送電分離がありますよね。それも議論しなかったと。でそれがされてないし総括原価方式これ上から2番目これも議論されていない。一番上はどうですか？一番上は一番上は、まあ、これはもうあの最終的には根本問題なんだけどつまりその事業体との関係政府との事業体の関係を表すのが下の全てですよ ね。 そうですね。例えばバックエンド費用についてもなんで甘い半算定しかしていないのかこれも全然議論してない。バックエンドって要するにはですね、その使用積み核燃料とかそういうやつ、ね、そうですよね、はい、でリスク負担の見直しもクソも何もリスク計算今までしてないんだから全然ね。だからそれはなぜかというと政府が電力事業体にこびていたわけ。どうしてこびていたかというと電力事業体が総括原価方式でたくさんがっぽり儲けた後要はその地域のね企業やですねマスコミの株を買ってあげたりとか周辺を装置として機能してあげたりしてるからですよね。ということで、まあ、僕たちが丸劇で問題にしてきたことを丸ごと全てスルーしましたって書いてあるのと同じですよね。東電問題のリストがここにありません、はい、全てのリストがありますよね。東電問題のリストだから逆に言うと、うん、何をやったかといえば、まあ、その東電問題の中で、うん、まあ、ちょっと副次的にね、うん、例えばそんな余分なコストまで入れてたの良くないよねっていう、そもそもその総括原価方式そのものが本当は考えなきゃいけないわけでしょ。そうですね、なのにその中に余分なもの入れてましたっていうことがけしからんという話は報告書で出ましたと、うん、でもその、 方式自体は議論してませんっていうような話だから、そう、まあ、要するにね総括原価方式も見てません。それから、まあ、何と言っても政府と電力事業体の関係見てません、うん、地域独占見てません、うん、発送電分離、も検討してません。まあ、原子力事業やリスク負担の見直しもやってません、ね、これは僕はねあと抵抗だと思いますよ。これどうせ委員会だからね、で人選なりその事務局なりなんなりこれ官僚が全てアレンジするに決まってるわけですよ。で審議会2時間やったってね、最初の40分から1時間は官僚が説明してるので、うん、例えば何十人も議員がいながらですよ、残りの1時間やさ1時間10分使ってですよ、うん、議論しなきゃいけないんですよ。そうですね、で十分な議論なんかできるわけないじゃないですか、うん、でほとんどの問題は積み残しになっちゃうわけですよ、うん、で官僚の側もそれを狙ってですね、あの実は委員会あるいは審議会というのは作ってきてるわけですよね、うん、でその意味で言えば最後にこのリストを載せたというのはこれ実は一つの抵抗意思の表示であるしね。委員会がいい最後に頑張ったんだこれ頑張ったと思います、ね、これを載せたっていうこと自体が、うん、これをやんなきゃいけないってことを逆に言ったってことだよね、うん、そのこの委員会は頑張ったと、参加した人たちは頑張ったと、しかし形式はお手盛りだったためにこれらが全て抜けたと、その責任は官僚にあると批判してるわけだ ね。 そうだね、自分たちの報告書を ね、はい、自分の報告でね、うん、まあ、積み残された課題っていうのはよく出るけど、課題の中身によってはただそれで済むもの済まないものがあってこれはちょっと済まないような話がいっぱい出てたっていうことをちょっと最後にお伝えして、うん、まあ、じゃあ下神戸委員長は最後頑張ったのかな、うん、これを、そうですね、これは、うん、まあ、官僚からしてみればこれを最後に出されちゃった日には、うん、面目丸つぶれみたいなところがあるんでしょう、 そうね、おそらくね、うん、でも、まあ、ちょっと委員会の調査記事を見るとね、どこでも調査委員が報告書、うん、賠償額 4.5 兆円以上とかそういう見出しになってるんですよ、うん、いかにもなんか報告書が、うん、中身が書いてあるんだけど、うん、最後にこれがあるっていうのはほとんどどこにも出てなかったので、うん、まあ、それをちょっと、耳寄りな情報としてお伝えしておきます。さすがね、町田哲さんですよね。最後まで読まないとわからないものですよね、うんうん、まあ、最後まで俺この辺全然出てねえのかって、ねえと探したら最後に多分出てくるんでしょう、うん、これがね、あるいは発送電分離って言葉が出てこないから検索 PDF で検索したら最後のところに引っかかるのかもしれないですけどね、うんうん、まあ、ちょっとそういう、話がありました、ので、お伝えしておきます。じゃあ今週はこんなところかな、はい、まあ、来週は小沢裁判もまたあるみたいですし、うん、僕はどっちかというともう裁判中身はもう分かってるから、うん、世の中の反応メディアの反応がちょっと、うん、楽しみですけどね。まあ、そうですね、うん、まあ、本編との兼ね合いでね、最後の一言はやっぱりね、民主主義を刷新しなければ民主主義なんかやめちゃった方がいいっていうね、世論にいつこれ反転しないとも限りませんよこれ、うん、
民主主義がこれなの？この委員会であり、あの裁判でありってことになると、ねね、別に民主主義じゃなくてもいいっていう話になりかねませんね。なりかねませんね。ということをですね、ちょっと、要注意かなと思います。はい、それではどうも今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。